はい。皆さん、おはようございます。いやー、今日はすごい夢見ましたね。本当にすごい夢見た。うん。えー、松井さん、こんにちは。かぶさん、お疲れ様です。えー、初ガツオは昔、江戸時代頃、女房を質屋に入れてもが、ガツオと言います。初ガツオは、値段が高いけど食べたい。えー、初物は、体の邪気を払ってくれるからです。それで、そんな言葉が出たのかもしれません。失礼しました。 え女,女房七夜に入れて初月をっていうんですね。え、一体これはどういうことなんだうん。なんか結婚とかっていうことですかね。んはい。えっ、ー、と、ゆうのやさん、どうもです。かぶさん、神戸で地鳴りとかドンっていう突き上げるような揺れがあったらしいですよ。でも、地震速報はなかったので、これ地震ですかねえなんだろう。みたいです。でも確実に揺れてるらしいですよ。気持ち悪いですね。 なんか最近あちこちで小さい地震が多いみたいなんで、なんかの前触れとかじゃないといいですね。うん、浦河沖とかね、ねなんか揺れてましたよね。なんかいろんなところでちっちゃい地震があるんですが、こういう時って結構はね、なんか怖い気がしますよね。でも日本毎日どっかでね、えー、揺れてますよね。うん。この神戸のドンっていう揺れっていうのは、地震の、あのー、として認識されたんですかね。うん。一体どういうことなんだどれこれはかなり大きく揺れましたかね うん何でしょうか、一体。えー、あ、そう。でね、こっからね、なんかね、藤原うまこさん、アットマークうまこ藤原なんですね。あのー、表示名が変わった、変わりましたよ、なんか。うん。えー、かぶくお疲れ様です。えー、陸上フィギュア公開練習ありがとうございます。えー、今日は非常によくできましたね。うん。 外の日の暮れかけてくる,るところもロマンチックです、えー。これからも頑張ってくださいませね。夜中に親、えー、娘親子がドイツから無事生還いたしました。うん。よかった、えー。結構娘は大変で休む間もなく事務仕事か開始しています。えー、徹夜です。えー、4月のレセプト提出期限がありますので、えー、2年前、介護事業所をうま子から引き継いだので、えー、仕方ないですね。だからうま子はサポートに回っていますよ。えー、早朝の,の代行行行ってきます。 東京は晴天で熱くなりそう。ああ、なんて素敵な日だ。歌舞伎いつもありがとう。またね,ね、ドイツ無事に帰国ということでよかったですね。でもこれからなんかね、いろんな活躍の場が広がっていくということでしょうかね。藤原さんは結局ドイツに行かなかったんですね。うん。ねえ、ということでございますよ。うん。はい。やっぱり見てください。ユーザーザ なんとかってなったので、表示名名前がわかんない。だからおそらくプーさんですよね。うん。おそらく。え、プーさんよろしくお願いします。カブさんこんにちは。え、カブさんも酵素恐怖症なんですね。私なんか酵素恐怖症を出す。兵所恐怖症ですよ。うん。高いとかほんと怖いですね。 うん、それなのに、二十数年前、就職して研修を終えて配属されたのは、えー、東京の新宿のとあるビルでした、えー。しかも54階建ての中の53階でのお仕事でした。えー、社員用のエレベーターは各階泊まりのため、えー、途中から気圧の変動で頭が痛くなったり気を失いそうにもなり、えー、倒れたこともあります。人と頭くでも豆粒みたいでした。えー、3年いましたがだだんだん慣れ えー、天気の良い日は富士山が目の前に見えていて、今となっては素敵な思い出です。今、日本は今、えー、ネモフィラで有名な茨城県が青い一面の絨毯です。おお、いいですね。いつも見れない遠い風景を届けてくれてありがとうございます。いいですね。こういう風景ですよ。あのね、うんまあ、僕ものところも、えー、ブルーベルの、ね、絨毯でしたけどね。うん、今、この四季が本当にお花が綺麗なんでしょうかね。うん、もっと夏深まっ ねあ春深まって、初夏とかになっちゃうと。あ、今度、アジサイが咲きますね。うん。ねえ、ちょっと高所恐症でした、僕は。うん。え、でも、それでやっぱ体調悪くなったりするってあるんですね。やっぱね、54回、54回でかなり大きいですよって。うん。ねあの、長、なんで、ね、長周期振動とかなんかね、ね地震の時ありましたよね。うん。 えー、レモンミカンさんどうもです。えー、株くんおはようございます。えー、神奈川県25度、うん、オスタントの自然公園の春、今年もブルーベルの群生がまあ素晴らしい、えー、ピンクや八重咲きもありましたね、えー。今年もブルーベルに会えて嬉しいです。いや本当ですよね。うん、なんかね色の違うのもありましたよね、えー。ブルーベルは私の亡き母が大好きだったお花でした。えー、今年も見せていただき、株くんありがとうございます。うん 生地、ね、が柔らかい黄緑色で綺麗散策に最高ですね。ハンノキ、マルリエの花、えー、モンシロチョウ、マルハ、えー、花バえー、野鳥の声、エマちゃんも草の匂いとかいろいろと反応して、きびきびとお散歩が本当にうれしそうですね。えー、キンポウリエ、ヒナジク、フーロソーコンフリあコンフリね、えー、シメチね、湿地にはですね、あやめ系の葉、穏やかで平和でほっとします。 ね、本当ですよね。すごい平和でしたね。あの、今日は、ちょっと奥の方の公園行ってきました。うん。すごくね、えー、なんかあの、いろんな、えー、かなり思ったよりも春は進んでいて、うん、しかも暖かかったんで、ちょっとあの芝生で寝っ転がって寝ちゃいましたね。うん。<noise> そして、えっ、ー、と、おそらえー、ようさんですね。うん。ユーザーなんとかこうかなって。これね、あのね、変わったらしいですね。 うん、いよいよ僕のところにも来ました。この、この、ね、わかりにくいですね。うん。カブ君、おはようございます。えー、気持ちいい天気ですね。えー、空の青、いい感じ。えー、本日、こちらは気温7度、19度まで上がる予定です、えー。今日から連休中、90歳の母が我が家に滞在します。お花が大好きなんで、お花見に、えー、連れていこうかと思ってます。うん。ね4時間かけて弟夫婦が連れてきてくれます。北海道はやっぱし広い。 えー、4時間ですね。4時間お。かなり遠いところから。うんえー、帰りは息子家族にお願いしました。あ、馬いいな。私は馬子さんも好きですが、馬も好きです。うん、鼻先の柔らかいところをな,な,な,なでなですると気持ちいいですね。私が、え綺、ー、麗な映像ありがとうございました。今ちゃんも楽しそうですね。 セバネあ、そう、昨日ね、馬いましたね、そういえばね。あの、あのこれはあれですね、あの、北海道の馬じゃなくて、えー、僕が撮影した馬車、あの、林の中の馬車の馬ですね。うん。ね、昨日なんかいいシーン撮ることできましたね。あの、公園の中も歩いていくっていうことは知らなかったんで、昨日はいいシーンが撮れたかなと思うんで、うん。ね。はい。 えっと、195t さんどうもです。えー、おはようございます。気温が20度。現在は曇りですが、朝方まで雨が降っていてで、あたりが、えー、漏れ、あたりが濡れています。うん。あ、あたりが濡れていますね。えー、かぶくんの天気予報、適中でした。おお。ちょっとドヤ顔ですね。 <laughs> 大きな公園の様子をたっぷり見せてくれてありがとう。とてもひどそうですね。ブルーベルの花が咲いていましたね。たくさん広がっていて綺麗ですね。うん、しかも整備されすぎていなくて中まで入ってたりもするんでいいですねあの。整備ってあんまりしないんですよね。ここも結構ね、違いがあるんですよ。 うんえー、草草やところどころにタンポポなんかも混じっていて、えー、自然そのものな感じでいいなと思っています私は整備されすぎな公園好きな、えー、公園よりもこういう自然のままの公園が好きですあのベルギーは確かねあ,のあんまり整備する するのは禁止だった気がします、確か。うん。あのね、そういう法律かなんかあったのかって思うんですけど、今ちゃんもとことこ走って楽しそうでした。たくさん日光浴をできてよかったですね。え我が家の庭は、えー、整備されなさすぎて、うん、あ逆にですね、えツアーぶりで取ってくるのにも雑草をかき分けていく始末ですえ。10分ほど取ってきて、揚げと一緒に甘辛く煮ました。アスパラはたびたび取り忘れて、えー、伸び放題でしたね。うん。アスパラが伸び放題と。 なんかそうですね石松に追えないツルバラが花を追えましたが一緒に絡まってこちらも成長しすぎな時計層が咲き始めました時計層あ時計層ってなんかありましたね時計層の花の形が面白くて1株植えたらとんでもないことになってしまいましたでもやっぱり花が咲いていると処分しづらくてですよねでも時計層ってなんか聞いたことあるんあなあかありました猫コザのような感じなだったかなんか。 ねえ違う、ちょっとなんかそんな感じだった気がするの。え花が終わったら、ツルバラとともにえ大選定しようと思っていますが、果たして月実現をするのか、うん、ねえ、ということらしいですね。はい、えっと 195T さんのうちも、えー、すごく、えー、なんか、お花とか、いろんな、ねえ、えー、咲いてるということなんで、うん、いいですね、ほ、うんと。 えー、ジャングル化してるってことでえー、195t さんも1人です。えかぶくん酵強風症と言いながら、いつも高いところから下を撮影していますよねえー。それを見てるだけで少しハラハラしちゃいますよ。 うんまあ確かに。今日はまたとっても大きくて、えー、長いクレーンが目の前に来て怖いです。えー、強風が吹いてるとは考えちゃいますね。うん、あそうなんですよね,あのねさい。あのね、前ね、結構怖かったですよ。うんただね、下から上を見るて高いものを見ると結構怖い感じがして、最近はね、下を見ることは結構慣れてきましたね。うん。あの、最初はね、結構怖くて撮影できなかったんですけど、まあ、最近はね、慣れてきたんで、慣れってあるんですかね。うん はいそして、空海さんどうもです。空海さんの字もですね、こうって、ね、あの、なんだっけ、なんか、あの、大文字になったんです。おはようございます。今朝は改正です。え、本日5月4日は植物園の日、なんかそうらしいですよね、植物園の日で。ね、日本植物教科が2007年に制定されました。予想最高値の24度まで上がるということみたいですね。うん ね、昨日植物園の日で植物たくさん観察してってよかったなと思うんですけど、えー、そしてレモンミカンさん、どうもです。これはただの夢みたいな話ですが、日本は毎日地震が何十回とどこ,がどこかが揺れていると聞いています。えー、少ない時でも3、5回。うん あの必ず地震、震度1じゃなくて、震度0から1の間の地震っていうのもあるらしいですよねえ。耐震建築の建物の中で地震で揺れたら、瞬時に地面から上の空間に浮,か浮くようなリンクがあればなと、あそうですね。なんかあの磁石をつけてるなんか あ,りましね、あんまり揺れをこうなんだろう防ぐやつがありましたね。防寒対策って言うんですかね。防震か。防震構造の。うん、それでドームみたいに屋根が開く空間を利用できればなんて宇宙船みたいなアホな想像をしてしまいます。うん えっと、釣り上げるとか、えー、持ち上げるとかではなくて、磁石の反発みたいな浮く。あ、これね、あった気がしますよ、なんか。うん。なんなら建物ごと浮く。軽くても丈夫な新素材で、え安心、安定して浮かなきゃダメだけど、そんな構スなら、いや、妄想ですわ。ありましたよ、確かこれ。うん。あの、リンクでできるかどうかはあれですが、建物でなんかね、あった気がしますね。あの、地面だけ動いてるんだけど、建物はちょっと浮いてて、磁石で。だから、なんかそれで少し自信が、 軽減されるっていう建物がもう日本できてると思うんですよねうんはいこれは聞いたことあるのでこれから広まっていくんですかねうんなんかどっかで聞いたことありますようん。 えー、サラカレーさんえ、ベルギーで販売している一応入っている容器は、日本とは異なるタイプですね。ひょっとして日本の出前寿司のように再利用できるタイプでしょうかえ価格に関しては、日本とほぼ同じくらい当たったと思います。いや、これ出前寿司と同じ。再利用できるんですかねあの普通に捨ててますけどね、僕ね。うん。いや、再利用はしないのかなとは思うんですけどね。ちょっとそこはちょっとわかんないですね。うん。はい。 えこちらも、やっぱりユーザーネームがこうなってますゆい。でもね、ユーのややさんですよね。よろしくお願いします。うん、もうね、こうもう本当に、えー、ややっていうとことかで、えー、判断してからって言うから、これなんでこうなってこ、これ、ね、やめてほしいですよね。うん。えー、カボさん、ラクレシアももさいらしい。ああ、そうなんですね。でもなんか、ラクレシアってなんか、ポケモンであった気がしますよね。 でも、ラフレシアの進化系って、臭い花ですあ。進化する前って臭い花ですよね。臭い花から進化したということなんで、あれ、ポケモンのラフレシアあの、これ臭いって聞いてガッテンしましたね。 うん、そっかだから臭い花から進化したんだねうんでも見てみたいですね世界にはいろんな珍しい植物があって面白いですねあとベルギーの国家はアザレアラスへーシーらなですねアザレアらしいですねうん綺麗ですね日本の国家は、えー、実ははっきりとは決まっていないらしいです事実上 えー、桜とか菊になっている感じみたいですね。ああ、でもイメージつきますね。桜とか菊のイメージがあります。うん。あの、イチョウとか、東京はイチョウの葉っぱとかなんか、県とかによってもなんかあるんですよね。うん。そっか、ラフレシアって、臭いっていうと、もう、臭い花っていうのありますから、結構なんか、合点しますよね。あでも、あの、臭い花の前は謎の,草謎の草ですよね。ってことは、ラフレシアの ち,ちっちゃい時の葉っぱって謎の草みたいなんですよねな。なんか謎の草みたいな感じなんですかね。うん。気になりますね、ほんと。うん。あの、結構そういった東南アジアのね、東南アジアのなんか研究とか行くといろんな危ない生物もいたりするんで、ちょっと怖いそうな気がします行ってみたいですよね。うん。 行ってみたい、えー、サラカエさんも一度ですお天気観測とエマちゃんのお世話お疲れ様です、えー、日本よりまだ寒そうですが、えー、ベルギーも夏に向けて確実に変化していますねうんエマちゃんも自然と触れ合いも満喫していますね、えー、この動画の17時5分付近に3つの旗がありますが一番左の旗はウエストフレえっ、ー、とフレーフレーフ,フランデ練習の、えー、旗のようです、えー、オスタンドはウエストフランデ練習ですね、えー、シュート 日本の県庁二地に相当はブルージュだそうです。ベルギーはブルッセル、首都圏地域を除くと、全部で10州あり、ワロンとフラマンでそれぞれ5州あるそうです。ちなみにモンスは NO 州だそうです。カブさんは11州のうちどのくらい行きましたか全州来訪達成までどのくらいでしょうか通過しただけでも、含めて数に含めて、数数はちょっとわかんないですね。までもほぼ全部 たんじゃないですかねおそらくでも、アルデンの方はちょっと行ってないと思うんで、週ですかいや、どうですかねちょっとそこまで考えたことなかったんで、うん、行った場所とかなら、うん、でもちょっとすべては覚えてないんで、うん、なんか適当に行ったりとかもしてるので、週を数えるっていうことはちょっとしてなかったんですが、おそらく11週だとすると、まあ、10週かだとすると、まあ、多分ほぼすべて行った気がしますよ、おそらく。うん、おそらく。 ちょっとよくね忘れましたけども。うん えー、ゆうなやさんどうもです。かぶさんお疲れ様ですね。いいお天気で、お出かけ日和でよかったですね。今まちゃんも楽しそうです、えー。たくさんの花が自然に咲いているのがいいですね。あと、馬車が通っていましたけど、乗りたいですね。えー、海のところに立ってた、ハートのマークー可愛いですね。あ、そうそう、これね、そうなんですよね。今日は植物園の日なんでぴったり、そうなんですよね、でしたね。ね、たまたまでしたけどね。植物園の日です。ハートマークはあれは、 あれは、水があそこまで食うっていう合図のために夏になると建てられるんですよ。他にもうんこマークとかあるんですよ。これ撮影しますね。うん。あ、いろいろあるんですよ。<laughs> 結構ありますね。 はい。えー、サラカイさんも言ったです。えー、練習お疲れ様でした。今ちゃんとの散歩の後に練習をした感じでしょうか。あ、実はね、動画ね、フィギュアスケートの動画なんですが、あの、一つね、遅れてるんですよ。一日遅れ。うん。なので、あれって実はお,おとといの動画なんですよ。<laughs> えー、久保さん、かなり体力ありますね。えー、しかも調子も良さそうですね。えー、植物などの置物にぶつけないように気をつけてくださいね。うん。ね、そう、体力はね、 あの結構まちまちで結構その練習する時間とかって結構あの前後左右してるんであのあんまりねそこはね結構あの動画が前だったかといって結構そのもうちょっと前にやってる可能性もあるんでただあの動画はおっといですねうん。 で昨日の,の動画は今日、ね、ちょっと紹介したと思うんですが、さらかやさん、えー、本日日本は緑の日で祝日です。うんね、植物園から緑ということですね。それと今日はラムネの日でもあります。うんえー、1872年のこの日に、千葉勝五郎がラムネの製造を習得するための、えー、元祖を提出しました、えー。ここから制定されたということですねで。ラムネも日本独特の食文化の一つですね。ということですね。ラムネっていうのは、 なるほどですねラムネってレベルにあったかなそういえばうんあったあ,あったかもしれないラムネっぽいのはあった気がしますね、うん、もしあったとしたらこれ日本から来たということですかねうん そして、さやかいさんも言ったです。え、高麗感があるところは酒田市ではなく、戸沢村です。え、戸沢村は酒田市から約30キロほど離れています。酒田市と新庄市のほぼ中間あたりに位置する地域です。え、戸沢村では村の少子高齢化政策と、え、農業の後継者対策のために、国際結婚を推進される史があります。また、嫁不足問題解消を目的に、村を挙げて、韓国からの花嫁として、戸沢村に、あ、あこれ、あれ、この話ってあれですね。 あのこの町に、あそうだ、思い出しました、山形にあれですよね、あのなぜ韓国のね、高麗感があるっていう話ですよね、うん来られる方を、えー、募りました。うん ああ、そういうことなんだ。なるほど。日本人社会に馴染めるように、日本語教室の開口や村民とのえ相互関係を図るためのえ交流事業などを実施しました。ああ、なるほど。だから多いんですね。韓国人が。えその過程で、1997年に高麗館が完成しました。おー、そっか。なんで、ここに、あの、韓国の人がいっ、一般ね、韓国の施設か。 韓国っぽい、えーね、感じだってるのかっていうとそういった歴史があったんですね花嫁としてあの受けねえってことは韓国人もたくさん住んでるっていう感じですかねうんこれはな,なるほどなってちょっと思いましたねあ少子化対策のためっていう感じなんですねなるほどなるほどですねなるほどこれはちょっと面白いですねな面白いっていうか強いらしいですよこれ,これ皆さん知ってましたかうん今の話 ね、えそして山菜のタラの目は日本、韓国、中国でしかえ自生をしていないようです。また、韓国や中国では日本のように盛んに食べられているわけではないようですね。ということですね従って残念ながら欧米や欧州にはありませんということらしですね。うん。ね、タラの目ね。タラの目ね、僕、日本では多分食べたことあるんですけど、ちょっと記憶にはないかなっていう。でもね、食べたことあるかな。うん。ね。っていう感じですね。うん。はい。 そして、ゆめさん、どうもです。ゆめさんってこれ本当なんですよ。かぶくん、こんにちは。あれで、皆さんのハンドルネームがユーザー名になってて出てくるんですが、皆さんのところはどうですかということ、そうなんですよ。僕、今日からなりましたね。そうなんですよ。ユーザー EV5、えー、とかなったんですねえ、なっちゃいましたね。ついにね。いや、これね、わかりにくいですよね。ねえ もうこれはこれまでのコメントは皆さんのコメントから見てあーこれゆさんだなとかね分かりますけど新新しく入ってくる方のねわかんないですよねうんちょっと困っちゃいますよねはい 195t さんどうもですあれゆばーばはくのコメント消えたここじゃなかったっけということあーなくなっちゃってますねえ何のコメントだしたんですかえ気になるけなんか最近コメントトラブル多いですねまたねうん えー、サラカエさんも一度です。おとといの、えー、ドライブ旅の旅行の話題の続きです、えー。宮城県から約4時間近くかけて酒田に着いた後はまずは早めの昼食を済ませました。えー、酒田市は酒田ラーメンが名物グルメです、えー。生地がとても薄いワンタンが入っていることと透き通った醤油味のスープが特徴です。えー、エビワンタンメンがえー、あエビワンタンメン分前に すすごい気が入ってますね、えー、到着し11時の開店まで並んで待機しましたあでも並んでるんですねあのそれの時点でも、うん、で30分前起きると駐車場に次々と車が到着し、えー、待機列が伸びてきましたなるほど、うん、45分前でそんな感じなんですね、えー、今回は花鳥風月というところに行ってきました花鳥風月ってなんか聞いたことあるような気がするんですよねだしが、えー、よく聞いていて、えー、優しい口当たりのスープとエビワンタンの組み合わせが 絶妙でした。えー、価格は八百八十円でした。うん。えー、観光地巡りの話題は次,次回したいと思います。おお、楽しみですね。ねどんなドラマがあったのかちょっと気になりますね。うん。葛飾北斎ってこれ東京東京じゃなかったですよね。なんか聞いたことあるような気がするんですけど、多分山形名物なんですかね。うん。はい。ということで、ね、ラーメンで並ぶっていうことはあったかな僕。なんかあった気もしますけどね。うん。はい。えー、そしてマリンさんのね。 名前もユーザーなんとかなってますよね。でも、間からこれ分かりますし、コメントの文脈からもうマデリンさんだなと分かりました。えー、この秋、サインマスカットが不作になるかも。おお,お,お、なるほど、なぜでしょうかね。今ね、花が咲く時だけしいけど、つぼみを包むような果敢が離,離れないから、 花が咲かないんだってということですね。え、ぶどうの中で種なし、た種なし、皮ごと食べられてマスコ、マスカットの味で5年くらい前から大好きなのにということらしいですね。おほこれは残念な話ですね。そんなことあるんですね。え、これは、なんか気候の、気象のもん、あの、あれですかね、あの、暑くなりすぎたりとかっていう問題ですかね。うん。え、これ残念ですね。うん、なんか奇跡が起きませんかね。うん。 はいあの種なし、皮ごと食べられるっていうことなんで、ね、皮、ね、ごとね、あのベルギーのブドウとかって皮ごと食べてますけど、えでも、これのこのシャインマスカットっていうのは、どういう味なのかなってね、ちょっと気になりますけどね。はいということらしですね。うん